2022シマノオンラインフィッシングショー、今回はサハラの紹介になります。見ていただくとですね、非常に、なんかかっこいいリールになってるんですけども、まあ、エントリーモデルのリーズナブルなリールなんですけども、性能がですね全然エントリーじゃないんですね。これすごいんです。もう見ていただくとですね、いろんなサイズがあるんですが、まずは500番ね、見ていただくと可愛いですよね。すごく、ね、小さくてすごくね、いい可愛いリールなんですけど、例えばこの辺だったら、まあ、トラウトだったりとか、カンツリだったりとか、こういうところから使いますし、例えば C2000、2500とかこの辺になってくると、今度はね、まあ、いろんなアジングだったりとか、窓は、ね、エギングだったりとかというふうに、だんだん大きくなっていってですね、例えばC3000 なんかだとね、例えばブラックバスもそうですし、まあ、こういったところからどんどん大きくなるにつれて、今度はショアジギン、例えばね、ルアーを投げてサーフから投げるとか、堤防からちょっと投げるとかっていうところもなってきますし、このね C5000 なんて今度大きくなってくると、ちょっとね今度はサイズの大きい青物のキャスティングだったりとか、こういうふうなところまでですね、もう一通り、まあ、本当の大物以外に関しては結構ねラインナップはカバーできてます。でこの辺がですね、まあ、いろんな釣りを始めてみたいという方がですね、まずリール何を買えばいいのと、例えばルアーフィッシングにおいてリールは買わなきゃいけない、竿は買わなきゃいけない、じゃあリールってどれがいいの、ね、いろいろね、ありますけども、その中でこのサハラっていうのが非常にね、マッチするところになってくるんじゃないかなと思います。で価格帯でいうとですね、このナスキーとこのセドナの間ぐらいになってますので、だいたい1万円いくかいかないかぐらいのところになってます。そしてですね、これねちょっとねこだわってるんですけど、小さいところはハンドルノブね、ちっちゃいですよね。じゃあちょっと大きくなったらどうなるかっていうと、今度これ T 字になってるんですよ。ちょっと大きくなる。で一番最後 C5000 なんかになると丸ノブになってる。こんな感じでターゲットが大きくなるにつれてノブの形状も変わっていくって、こういうこだわりもありますので、この辺もですねすごくサハラなんかは、こだわって作ってるなっていうのがね分かるんじゃないかなと思います。で、まずですねこのサハラ何がすごいかっていうと、これハンドルノブがねじ込み式になってます。それまではですねキャップ式だったんです。ここをね前はこうやって緩めるとハンドルが緩んでいくっていうタイプだったんですけど、やっぱりこれだとちょっとガタが来やすい、ガタガタしやすい。でこれがですねこのよいしょぐる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 って反対に回すと緩んで、こうやってね保管することもできますし、このまま最後までいけば外れちゃいます。でこれを締めていくとぐーっといってギュッと止めるとですね、いわゆるこれねじ込み式ってやつなんですけど、ハンドルがねガタつきにくいんですよ。これは結構大きくて、例えば今ステラだったりとか、ああいうところもねじ込み式になってますけど、それと同じわざわざ機構を使ってます。ですのでこのルアーフィッシングにおいてやっぱり感度って言われるところがものすごく重要になってきますし、そういうところもですねこのねじ込み式使うことによって非常にねガタつきがなく使えるんじゃないかなと思います。で当然使ってる間にねガッチャンガッチャンって音がしないので、これサイレントドライブっていうねこのギア採用してるんですが、見てください、全然音しないですよ。こういう風にですね非常にこのリーズナブルで、ありながらものすごくしっかりとこだわって作ったリールになってます。であとはですね、このストッパー後ろの方ですね、ここも切り替え式になってますので、これストッパー反対するとこうやって逆回転もするようになってます。でこういうところもね、ちょっとねこだわって作ってますね。はい。でやはりですねこのルアーフィッシングにチャレンジしたい、やってみたい、なんか最近釣り流行ってるからちょっと使ってみたいっていう方も当然いいですし、それだけではなく実際にやってる方、この動画を見てる方で別にこんなリールね俺買わないよって思ってる方もですね、友達を誘って行きたいってなった時に、じゃあリール何買わせたらいいのかなってなった時に、こういったねサハラみたいなところをおすすめしてあげるとですね、ちゃんと基本性能を備えたリールだからそこからスタートさせるっていうのではなくて、あ、いいリール紹介してくれたねって多分言ってもらえるんじゃないかなと思うんですよね。でもうリールそのものもですね、この鋼ギア、ね、そして X シップ、ね、サイレントドライブ、ね、さっき言いましたね、でこういった G フリーボディ、これね
ボディの非常にバランスがいいので、重量以上に軽く感じてくれる、ね、あとは ARC スプール、ね、このちょっとこういう風になってますよね。こういう部分が、ね、しっかりと ARC スプールになっているとですね、リールバックラッシュ投げた時にパパパパパッと出るとか、こういうのも防いでくれますので、しっかりとですねこのルアーフィッシングに対応した、セッティングがしっかりとねできてますので、この辺なんかも実際に使っていただくとですね、はあすごいな、ちゃんと作ってあるなっていうのがね感じていただけるんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じでですね、まあサハラいろんなねラインナップありますので、ぜひですね、このリール持って、ルアーフィッシングに出かける、もしくはですねお友達を誘うときに、ぜひ購入させていただいてですね、サハラを使ってもらって、大きな、ね、魚、ね、記憶に残る一匹をですね、釣っていただきたいなと思います。